カノニダ47-32は第二次世界大戦前にオーストリアで開発され、イタリアでライセンス生産された大砲である。第二次世界大戦前のイタリア陸軍は、当時、工業の立ち遅れなどから他国に比べると、大砲の開発等に遅れを生じていた。そこでイタリアは、 大砲のライセンス生産権をオーストリアのベーラー社から取得し新型砲の国産化に乗り出した。47ミリベーラー兵舎風標砲は第一次世界大戦の戦訓を生かしてオーストリアのベーラー社が1920年代後半から自主開発していた砲である。基本的にはフランスが大戦中に戦線投入したプトーフ標砲の大幅拡大改良であり、 その目的とするところも大差はない。本家のオーストリアのほかオランダ、また少数ながら、ソ連、1935も採用している。また、オーストリア併合後、オーストリア軍が装備していた、本砲は4.7クンパック177の名で、ドイツ国防軍の装備に加わっており、山岳両兵士団の対戦車大隊で、短期間ながらも使用された。 しかし、最も大量かつ、長期間使用したのは、イタリアである。1935年に、イタリア軍は、ベーラー社製弊社風評法のライセンス生産件を取得。第4 7 32と名付け国産に乗り出した。本法は、第4 7 32モッド、35と第4 7 32モッド、39の2種類があった。 モッド35はさらに主に山岳部隊向けの軽三脚砲がのタイプと、半空気式、パンクレスタイヤ装備の開脚砲がのタイプとがある。モッド39は開脚砲がタイプのみで、方針が改良されているほか、高速牽引が可能なように車軸の検査装置が改良されている。また、空艇部隊用に車輪のホイールを、 軽量のマグネシウム合金にしたものが少数作られた。第4 7 3には、不評法や三歩を、そして対戦車法や空艇法など、様々な用途に使用できる、汎用性があり、また法自体軽量なためパラシュートでの投下が可能、空艇部隊によって広く使用することができた。しかし、限られた重量の中で、汎用性を追求した分、 どの用途に使用しても目的に対して十分な性能を得られないといった欠点も露呈した。なお本砲は、鉄鋼弾と榴弾を発射することができた。鉄鋼弾の射距離は500メートルで43ミリメートルの貫鉄能力を、榴弾の射程距離は7000メートル程度あった。貫鉄能力は、元来が軽量の不評法であることから、 列強の対戦車砲と比較すると劣っていたが、榴弾威力はやや高く、統治下の銃弾や延体越しの射撃などでは、それなりに有効だった。なお本砲は、通常5名前後で使用する。長所短所開発後、ダー47、32は、イタリア陸軍全般で広く使用されることになるが、しかし、 第二次世界大戦に参戦してみると、軽戦車や初期型巡航戦車を除けば、イギリス軍の戦闘車両の走行は全般に強固で、第47、32では、多くの場合で歯が立たなかった。貫通能力の劣る第47、32は、対戦車砲としてよりも不評砲としての使用に、限定されることが多くなっていく。また、戦車砲 AS40 の母体ともなっており、L6、40系戦車改造の自走砲、セモベンテダ47、32や、M13、40および、M14、41抽選車の手法としても、使用されることになる。使用砲弾 ABEN、カノニーダ47、32M35、およびそのリンク先。 コマンドシュプレモでは7655フィートという数字も併記されている。ありがとうございます。